皆さんこんにちは。2023年5月1日月曜、卓球の石川佳純選手が2023年4月17日から23日に開催された WTT チャンピオンズマカオ大会をもって引退を決めたことを発表しました。突然の引退報道でしたが、なぜ引退することになったのでしょうか。今回はこれまで卓球日本女子を牽引しメダル獲得に貢献してきた石川佳純選手がなぜ引退してしまうのか、引退後は何をするのかなどについてご紹介していきます。石川佳純選手は14歳から代表入りし、最新の世界ランキングは11位でした。常にトップレベルで戦い続けてきた石川佳純選手の引退ということで、少し寂しい気持ちになってしまいますね。2023年5月18日木曜、石川佳純選手は記者会見を行う予定となっています。記者会見で引退を決断した詳細な理由などを説明されると思われます。30歳という節目の時に引退を決意した石川佳純選手、引退報告では新しいことに挑戦していきたいと書かれていましたが、一体何に挑戦するのでしょうか。まず引退理由1つ目は結婚や妊娠についてです。石川佳純選手は以前から結婚願望があることを公言されています。そして好きなタイプについては誠実な人、優しい人と答えています。また石川佳純選手は以前 BS テレ東の卓球ジャパンに出演された際に、子供は女の子2人欲しい、子供が大好きと子供好きを語っていました。現時点では石川佳純選手に決定的な熱愛報道などはありませんが、報道されていないだけで彼氏がいる可能性は十分にありますね。厚生労働省のデータによると、令和元年の平均初婚年齢は夫 31.2 歳、妻 29.4 歳となっています。さらに令和元年の第一子出生時の母の平均年齢は 30.7 歳です。現在石川佳純選手は30歳なので、結婚、妊娠、出産を考えての引退時期だったのかもしれませんね。引退理由2つ目は選手としてやりきったということです。石川佳純選手の引退発表の文章に、自分の中ではやりきったという思いが強く引退を決意したとありました。引退を告げずに最後の試合に挑んだのは、これまで通りに集中し全力で戦うためと書かれており、石川佳純選手の誠実さを改めて感じることができました。引退を決意してなお目の前の試合には全力で挑みたいという姿勢が素晴らしいですね。石川佳純選手は6歳の頃から卓球を始め、全日本選手権ジュニアの部で史上初の4連覇を飾るなど、小さな頃から活躍してきました。当時史上最年少となる14歳で日本代表入りすると、2012年のオリンピックロンドン大会の女子団体で日本卓球界初となる銀メダル獲得に貢献し、シングルスでも4位を勝ち取りました。そして2016年のリオオリンピックは団体で銅メダルを獲得、2021年東京オリンピックでも団体銀メダルに輝いています。常にトップレベルで戦い続けてきた石川選手だからこそ、やりきったと思える競技人生だったのではないでしょうか。引退理由3つ目は新たな目標が見つかったのではないかということです。石川佳純選手の引退発表の文章に、チャレンジ精神を忘れずにいろんなことに挑戦していきたいと思いますと書いてあり、卓球生活をやりきったと語っている今、選手以外に新たな目標が見つかったのかもしれません。実は石川佳純選手は BS テレ東の卓球ジャパンに出演された際に、将来の夢として子供が好きなので47都道府県卓球教室を車に乗って開催したいと語っていました。そして実際に石川佳純47都道府県サンクスツアーとして全国各地に石川佳純選手が訪ね、これまでに卓球を通じて経験した卓球の魅力やスポーツの楽しさを伝えるイベントを開催しています。常に有言実行している石川佳純選手の新たな目標が気になりますね。そこで石川佳純選手の現役引退後の活動について予想してみました。1つ目はコーチや指導者としての活動です。指導者として後輩の育成に取り組むことで
これからの日本卓球女子のさらなる成長を支援することもできます。向上心の高い石川佳純選手ですので、次は選手ではなくコーチや指導者として日本卓球界を盛り上げていってほしいですね。2つ目は解説者、コメンテーターとしての活動です。以前引退した福原愛さんのように解説者やコメンテーターとしてテレビで活動する可能性もあります。解説者であれば今後も石川佳純選手の活動する姿を見ることができるので、ファンにとっても嬉しいですよね。3つ目はモデルや女優、タレントとしての活動です。溶岩美麗の石川佳純選手なので、モデルや女優、タレントの声がかかる可能性がありますね。以前卓球王国という雑誌で表紙を飾った際も、モデルのようなキリッとした表情で、まるでファッション誌のような表紙でした。今後はファッション誌の表紙を飾ったり、ドラマに出演なんて話もなくはないのではないでしょうか。また石川佳純選手は30歳を迎えた2023年2月23日に自身の YouTube チャンネルを開設しています。この時にはすでに引退は決まっていたはずなので、今後の芸能活動に向けて開設した可能性もありますね。4つ目は中国での活動です。実は石川佳純選手は福原愛さんと同じく中国での人気がとても高い選手なんです。さらに中国語もペラペラなので、今後石川佳純選手が中国で活動する可能性もあります。そんな中国で人気の高い石川佳純選手は、中国のファンに向けて約89万人のフォロワーを誇るウェイボーにも中国語で引退を発表しています。インスタグラムと同じく長文で思いを綴っており、指導者や友人、ファンなど多くの交流を持った中国の人たちへの思いも書かれていました。日本のファンだけでなく中国のファンに対しても自身の言葉で引退報告をする石川佳純選手の姿がとても素敵だなと感じました。そんな石川佳純選手ですが、以前ダブルスを組んでいた伊藤美誠選手との不仲説が流れています。理由としては伊藤美誠選手の試合中の表情が怖く、態度が石川佳純選手に向かっているように見えていることや、東京オリンピックの開会式で石川佳純選手が選手宣誓をしている中、伊藤美誠選手はその様子を見ることもなく寝てしまったと伊藤美誠選手が発言したことが理由に挙げられています。石川佳純選手の選手宣誓を見ず寝てしまったことに関して、伊藤美誠選手は朝早く起きるので早く寝ることを考えてのことと発言しており、アスリートとして万全の状態で常にいるということはとても大事なことで、伊藤美誠選手はトップ選手ですから素晴らしい考えですよね。このように伊藤美誠選手は思ったことをそのまま発言することがあるようで、きつい印象を与えてしまうせいか、このような噂が流れても仕方がないのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は石川佳純選手の引退理由や引退後の活動などについてご紹介しました。小さい頃から活躍してきた石川佳純選手、これまで卓球界に貢献し引っ張ってくれた石川佳純選手のこれからの活躍が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。